ち、面倒なタイミングで。何者よあんた、なんで私らのこと。お前を捕まえに来た。キリジョといえばわかるか。待て！あんた、一体何者？カンジ君に何したの？男の勝負だ。最強の座をかけて挑まれたら、断ることがお前にできるのか？俺はあれを追わねばならん。お前たちが見たものは忘れた方がいい。ちょっと待ってよ。そんなの言われたって。待てってば。あの人正体不明すぎ。近づいてくるのも今も全然反応を追えない。ねえ、リスちゃん、カンジ君見てて。え、あの人を追うつもり？マジ？赤マントも会長もほっとけないっしょ。どうする？どうって。俺は任務で追っている。使命と言ってもいい。興味本位のお前とは覚悟が違う。使命？まだあのふざけたグランプリは続いてる。まさか。嘘、閉じ込められてる。これもしかして。迂闊についてくるからだ。敵が倒れていない以上、ルールも残っている。いいよ、受けて立つ。ほう。なぜそこまでしてラビリスを追う？わかんない。だけど、あの子が苦しんでるから。覚悟が勝ってるかなんてわかんないけど、このままほっとくなんて絶対できない。いいだろう。お前の問いに答えよう。お前が見たのは、対シャドウ特別制圧兵装5式。ラビリス。ペルソナ能力実装のために心を持つ兵器だ。兵器って、じゃあ本当の本当にロボット？あんな可愛くて普通の子みたく話せるのに。そっか、なくしてた記憶ってそのことだったんだ。で、心があるからシャドウが出て。シャドウが出た？もしかしてあのラビリスが2体になった現象か。なるほど。首謀者はラビリスではなく、そのシャドウってわけか。多分そうだと思う。記憶がなかったし、生徒会長だと思ってたみたい。
けど、この大会って何なんだろう。どんなことを願ったらこんな。それについては予測がつく。ラビリスは開発段階にかなり非人道的な行為を強制された可能性があるそうだ。仲間同士で戦い合うこのグランプリ、その境遇が関係しているかもな。じゃあこの大会はラビリスが昔味わったひどい過去の再現ってこと？そんな。ただ自分の気持ちを分かってほしかった。そういうこと。俺から話せることはここまでだ。まだあいつを探したいというなら、ここで俺を倒して進むしかないが、どうする？私は。もしラビリスが私たちを同じ目に遭わせたいって思ったんなら、それ分かってほしかったってことじゃん。助けてほしかったってことじゃん。憶測の話だな。可能性があるなら私見捨てられない。だからあの子を助けるまで帰らない。あの子の心を守るって決めたの。名を聞いておこう。俺は真田昭彦。私は八十神高校3年里中知恵。いい目だ。だがどちらの過去が運命をつかみ取るか勝負だ。私の覚悟が勝った。そのようだ。聞かせてくれ里中、お前はラビリスと会ってどうするつもりだ？私ひどいことを言ったことを謝りたい。でもそれだけじゃなくて、そのあの子と話がしたい。分かり合いたい。一人だと辛すぎて立ってられなくても、仲間がいると乗り越えられる。私はそれを知ってるから、あの子にも教えてあげたい。だからあの子を絶対このまま一人にさせない。お前は俺の仲間たちに少し似てるな。真田さんの仲間？きっとお前は未来を選び取れる。思うようにやってみるといい。
はい、あの、ありがとうございました。ようやく戻ってこれた。会長、うん、ラビリス、いる？さっきの男に言われてきたんやね。違うよ。私の意志でここに来たけど、結局里中さんかてうちのこと捕まえたんやろ。せやったらラビリス、違うよ。私は戦いに来たんじゃない。うちはあそこには絶対戻らへん。あの女二度としたない。うちは逃げるんだ。逃げて逃げて、邪魔する人間はみんな倒したる。ごめん、倒れるわけにいかない。あなたに伝えたいことがあるから。なんでうちをみんな分かってくれへんの？ラビリス、私あなたに。分かってくれるなんてありえないんだってば。あんた、里中さんだって怒って当たり前でしょ。だってあんたが騙してたんだもん。うち
ちは。それにして本当に自分から襲いかかるとはね。やっぱり心の底じゃ苦しめたいんでしょ。同じ目に合わせたいんでしょ。違う。普通に学校通いしているような連中を自分と同じ目に合わせたい。それがあんたの望みでしょ。だから学校で格闘大会なんじゃない。親しい者同士命がけで争わせたい。そうすれば理解してくれるかもしれない。ひえ、分からせてやりたい。そんなんちゃう。けどダメだったね。もっともっと嫌われただけだったね。いいのよ、安心して。こっから先は私がやってあげる。あんたを理解せず邪魔しに来る連中なんて皆殺しにしてあげる。昔のあんたがしたみたいにね。もうやめて。全部嘘っぱちや。あんたなんかうちやない。ダメ、ラビリス、あんたなんかうちやない。とう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 言ってくれたね。これで私は私よ。くれたん？うちを怒ってはったんとちゃうの？怒ってなんかないって。っていうか怒っていいのはラビリスの方。私ひどいことばっか言ってごめんね。
怒るとか、そんなの全然あらへん。うちの方がひどいことした。今回のこのグランプリ、確かにその大変だったよ。でも悪いことばっかじゃなかった。大事なことにたくさん気づけたよ。だから私、あなたに感謝してる。そこにいるもう一人のあなたにも。あなたがどれだけ辛かったのか、まだ私には分かんない。だから話して。ラビリスが思うこと、考えること、いっぱい話してほしい。うちの話？うん、聞かせてよ。一人で抱え込んだら辛いことは分かち合おう。分かち合う？うち、もう、一人やないの？ごめんな、ずっと見ふりしとって。うちがあんたを一人ぼっちにしてた。ふん、あんたはうちなんやね。紹介するね。この子、ラビリスちゃんです。里中さん？それは大変だった。気分は悪くないのか？え？シャドウ出るのって消耗するからさ。マジ何日もぶっ倒れるレベルで。うん、一人でちゃんと歩けてるなんてすごいよね。その…やっぱりメカだからかな。それにしても心があるメカってすごくない？まあ確かに、アイドル探偵シャドウのプロフィールを超えてくる子が現れるとはな。いや、空っぽだったのにゼロから生えてきやがったクマの方がすげえだろう。僕としてはクマくんより彼女の方が興味深いですね。ちょっと
内部構造を確かめてもいいですか？なおちゃん、ラビちゃんよりクマの内部構造をおさわりしてほしいかな。いえ、結構です。どうしたの、ラビリス？みんな、もっと怒ってはると思ってたの。何を怒るんだよ。終わってみれば、悪いことばかりじゃなかった。最強の男を決める戦いってのは、熱かったっすよね。そんな内容だっけ？まあ、ちょっと気にしなさすぎかもだけど、誰もラビリスのこと嫌がったりしないよ。里中さん、ほんま、おおきにね。もう硬いな。知恵でいいとってば。あたしら友達でしょ。友達。私のこともユキコでいいから。クマのこともプリンスクマでよいから。名前、帰って長なっとるよ。野生の王国に帰れ。あ、肉食獣も一緒に帰るか。な、何よ。そっちこそがっかり戦隊ルサンチマンの騎士に帰れっつーの。ちげえよ。ルサンチマンはフラゴなの。マンはフェザーマンとかのマンとちげえの。意外と頭いいんですね。どうやら丸く収まったようだな。君が里中君か。話は明彦から聞かせてもらった。私は霧城満、ラビリスに関する責任者といったところか。私はアイギスです。姉さんを救ってくれてありがとうございました。姉さん、ラビリスの妹って、あなたも機械なんですか？はい、アリテーに申し上げてロボットであります。うちを捕まえに来はったんですね。覚悟はできてます。ラビリス、ジエちゃん、うちもう十分や。友達がこないできて、うちを受け入れてくれた。もううちは平気。平気って、だって捕まったら、そんなのいいわけないじゃん。盛り上がってるところ悪いが、私は君を封印処分などする気はないぞ。え？シャドウの暴走は異世界ならではのイレギュラー。君の性能に問題があったわけではない。それに今回の怪我の巧妙で、君はペルソナ能力を完全に制御できるようになった。そうだったな、明彦。ああ、その通りだ。されたりせえへんの？やった、よかったね、ラビリス。嘘みたいや。こないなこと、ありがとう。ち、ラビリス。
まだ終わりじゃないよ。これは我々の通信システムと同じ仕様。全員ラビリスから離れろ。何？アクセス未だ受け付けません。操作されています。これはこの施設内ではありません。もっと外部からです。まさかテレビの外からってことか。ちょっとした悪あがきってやつ。さあ皆さん楽しませてくださいよ。そんな、なんでまた戦わなきゃならないのさ。おや、意外にあっさり倒されたね。心を揺らすにも不十分だったし。まあ、試作機だし、こんなものか。ケンタ、誰よ！なんでラビリスにこんなことすんの！お礼を言わないとね、ありがとう。うまくいかなかったとはいえ、最後まで付き合ってくれたんだしね。ラビリスのシャドウは、あくまでこの格闘大会の首謀者。なるほど。お前が犯人というわけか。ご明察、ラビリスを拝借したのは僕だよ。僕はペルソナなんてなくてテレビ入れないから、代わりに暴れてくれる人形が必要だったんだ。ラビリスのペルソナは中途半端な学生だったから、辛い目に遭えばシャドウ出ると思ったんだよね。そのくらいは認めよう。今回は君たちの勝ちだしね。今回はまだ何かする気か。どうだろうね。何よそれ、ラビリスがどんだけ苦しんだと思ってんの。心ね、いやすっぽいな。僕の目的にそんなことは関係ないよ。それじゃ諸君、また会おうじゃないか。敵は我々にゆかりのある人物のようだ。君たちはもうこれ以上深入りすべきじゃない。
ここから先は任せてもらおう。ちょっと待ってよ。こんなのされて黙ってろっていうの？気持ちはわかるが、あまりに危険だ。君たちに危害が加わらないよう全力を尽くす。どうか我々を信じて任せてほしい。そんな。信じよ、みんな。事後調査は終わったからな。この町での任務はもう残ってないというわけだ。お疲れ様っす、師匠。師匠。やめろと言ったろう、その呼び方。いや、師匠は師匠です。まあ、ぶっちゃけ男気っぽい呼び方に憧れてる部分もありますけど。君は男じゃないじゃないか。男に性別はない。そうか、悪かった。ワールドクラスに飛躍した論理ですね。一緒にラビリスも行っちゃうんだね。あんね、チエ。フチ、ミツルサーナと一緒に働くことにしたんよ。知恵たちを陥れようとした犯人を絶対捕まえる。もう絶対に知恵たちを危ない目に遭わさへん。だからちょっとの間お別れや。ラビリス。お前の覚悟がラビリスを変えたんだ。もっと胸を張れ。師匠。男が泣いていいのは財布を落とした時だけだ。はい。意外と安い涙だな。旅先で何かあったのか。まあ確かに地球の裏の異境の果てで財布を落とすとメンタルダメージは計り知れないのかもしれません。あ、いたいた。おい、ゆっくりしていけばいいのに。本当だよ。せっかくの連休なのに遊ぶ暇なしじゃん。本当に残念ですけど、また。うん、またな。そろそろ出るぞ。ダメダメ、泣くのは男じゃないぞ。
だね。はい、へえ、そなた様。なんかしっくりこないな。かしこまりすぎてるのかな。師匠へと、いい感じ、いい感じ。ラビリスと師匠は元気ですか？私は元気です。あの時言われた言葉を思い出して毎日頑張っています。覚えてますか？私に未来を選び取れるって言ってくれたこと。あの事件で警察官になる夢を一層固くしました。あの犯人を捕まえるためにも特捜隊のみんなと。あっと、危ない危ない、これは師匠に秘密なんだった。やっぱ柄じゃないかな。手紙はまた明日にしよう。仲間がいるもんね。